僕がちょっと知り合いました、青森市出身のプロの深浦町出身の近藤健吾さんっていう方がいるんですけども、はいね、その曲たまたま入れたらさ、たまたま来ちゃったんだよね。それも一人で歌うわけにいかないよね、健吾さん。今日も読みさ通りじゃなくて、昭和通り商店街で午前中ちょっとライブやってなんですけど、もう東京でタイムスリップランデブー、まあソロでもね、近藤健吾という近藤健吾グレートマスターズ、はい、はい、あ、どうも改めまして近藤健吾です。まあそんなこと来ちゃったもんね、はい、そうですね、さすがに本当にびっくりさせようと思っていきなり歌おうかなと思ったんだけど、さすがに来ちゃったらね、歌わせなきゃいけないよ。俺もそのつもりなかったんだけど本当に来ちゃったよ。いいかな、やるよね。じゃあどうやってやる。いや別に2人歌えばいいんだよ。あ、本当、そう、はい、我が遠慮がちにこうやって。いやいやいや、じゃあちょっとハモリさんのとこハモったりとかするの。ハモリ人この人。ああ、そうかそうか、さすがやっぱりハモリ好き。ハモれない人だ。みんなハモるの好きだからね。そうですね、皆さんもね、手拍子から、お付き合いいただけたらと思います。はい、ですね、曲分かってますよね。分かりますよ。自分の曲だもん。こっちじゃないですよね。こっちです、ね、情熱の星。情熱の星。少しだけ湧き出した水でどうにか夢を潤してきた。もう何年になるだろう、あとどれくらい頑張れるだろう。
して自分の動画ね。近藤喜彦さんでした。ありがとうございます。青森でもいろいろ最近昭和通り商店街を中心に活動してるんで、もし見かけたら皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。これもう終わりでよかったんじゃねえのか。いや違う違う、これおめでとう。ちょっとおしゃれにしてみて。